はじめましてかな、人間たち。僕の名前は、アイン・ザーム・カイトだ。覚えたか？長いから変えて。ふざけるな！僕が母上からもらったこの名を変えるとでも。やめろ、カイトさんと呼ぶな。ちゃんとフルネームで呼べ。アイン・ザーム・カイトだ。今後僕の前で何かを了承するときは。あ、その言葉を決めよう。何か了承するときの言葉を決めよう。ヤボール。なんだその言葉は。いいじゃないか。なかなかいい響きだな。僕の感性に突き刺さるようだ。実は、僕には愛用している本があってな。この中に素晴らしい言葉を書き示しているんだ。この中から、そうだな。探して、僕の感性に刺さったものにしよう。おお、いいな、これに決めた。了承の名は、クーという、カタカナでクーと打つんだ。貴様らの地方の言語だと、メス牛という意味だ。覚えたか？知識が増えたか？最近絵を描いてるときちょくちょく頭痛がして、長く追いかけができません。どうすればいいでしょうか？これはな、貴様に祝福の言葉を授けよう。この言葉を聞いたら、貴様はすぐさまに頭痛が治ってしまう。行くぞ。バファリン！次だ。かっこいい名前のアイン・ザーム・カイトさんに質問です。無難ですが、かっこいい必殺技が欲しいです。そうか。では、僕の書物に書いてある、この、素晴らしい魔書から、魔術書から、貴様にいい必殺技をあげよう。いいな、これだ。貴様にあげる必殺技はこれだ。ブライシュティフトだ。覚えたか？ブライシュティフト。意味は、鉛筆だ。以上。貴様らとお別れを告げないといけない。お別れの挨拶を今伝えるぞ。お別れの挨拶は、ナーゼンシュライムだ。覚えたか？お別れの挨拶は、ナーゼンシュライムだ。ナーゼンシュライム。ナーゼンシュライム。終わったぞ、どうだ僕の出来は。素晴らしいと思わないか？ねえ、ナーゼンシュライムってさ、鼻水って意味じゃん。